はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。生涯ナチュラルビルダーの健太店長です。はい、今日でですね、減量59日目でございます。はい、本当はね60日目、まあちょうど減量が半分終わった段階で撮ろうと思ったんですけど、ちょっと明日忙しくてですね。で、本当はね今週の土日にちょっと撮ろうかと思ったんですけど、ちょっと緊急事態が発生しまして、はい、緊急入院する可能性が出てきました。はい、ちょっと過去にね、患った疾患がちょっと再発してるっぽくてですね、今週の土曜日ちょっと病院行くんですけど、そのまま手術入院コースの可能性が出てきました。はい、前回はそれで2、3週間入院して、さらに自宅療養2週間あったんで、まるまる1ヶ月何もできなかったんですね。なんでちょっと減量ちょっと怖いですね。これ陰りが、はい、見えてまいりましたね。なんでちょっと急遽ちょっと前倒しで今日動画撮っちゃおうかなということで、まあ加圧して今トレーニングしてたんですけど、はい、加圧するとだいぶ腕マッチョっぽくなってきましたねまあ血が止まってるからなんですけども、はいね、ちょっとでもまあなかなか前腕とかは脂肪が落ちてきたんじゃないですかね。はいね、はい、加圧いいですよ、すごく、うん、今肘めちゃくちゃ痛くて、加圧してないとね、加圧がないとちょっともう二頭筋のトレーニングまともにできないんで、うん、加圧すごくいいですね。はい、ね、どうでしょう、ちょっと脱ぎますね。はい、脱ぎます。はい、どうでしょう、今日はねちょっと久しぶりになんか事務職で生っちょろくなったね体にカツを入れようと思って、クーラーも扇風機も回さずにトレーニングしてみました。はい、そしたらねもう今クラクラしちゃって、はいね、汗は結構抜けてます。はい、どうでしょう、うん、ちょっとずつちょっとずつ絞れてます。はい、見て狭いな、うん、どうですかね、汗びっちょびちょだよ、はい、映ってないか、そもそも。熱い、はい、ちょっとアングル変えましょうか、いつもの上からのアングルにしましょうかね。ちょっと絞れてきたんじゃないですか。やっと一般人の体脂肪率ぐらいになりましたよね。はい、ちょっとアングル変えます。熱い。死ぬほど熱い。はい、このアングル微妙だな、なんか。大胸とかはね、このアングルの方がちょっとモリモリして見えるんだけど。はい、まだちょっとお腹周りがね、なかなかしつこい。あと二頭筋、上腕のね、あちぃ上腕の肉がなかなか取れないんですね。はい、よく部分痩せって言いますけど、二頭筋、僕の上腕が部分痩せしてないとこ見ると、やっぱ動かしたからってそこが痩せるっていうのはね、最近なんかそうやって言われてるらしいけど、ちょっと眉唾ですね。はい、うん、どうでしょう、まだまだだな。はい、というわけで入院しちゃったらすいません。はい、
生涯ナチュラルビルダーの健太店長でした。ブログもよろしくお願いします。